えー、はい、おはようございます。佐々でございます。えっ、ー、とね、あの、今日日曜日お休みなんですけども、朝早起きして、あの、仕事片付けてました。というのはね、昨日、あの、町内会の,あのボランティア活動でですね、あの、役員総出で、えっ、ー、と、不法投棄のね、看板が老朽化したんで、みんなで取り替えようということで、会長さん先頭にですね、あの、入れ替え工事やってたんですけども、えー、久しぶりに、あの、肉体労 <laughs> これあの、メタボ解消にいいね、あのなんていうか、あのもうフルにハンマーとかでさ、このトンテン、トンテンとかやってんだけど、これはあのあれです体あの、鍛えるになるしあの、えーっと、血糖値も下がるし、メタボ解消にもないんじゃないかなと思ってましたんですけどね、さすがにね、午前中それやったら疲れてね、午後からもう仕事するって気にならなくて。 あので、えーとえー、とあの朝早く起きてで昨日やる予定だったやつを取り返してるみたいな感じなんですけども大体、えー、いい目がつきましてねやっぱ朝はゴールデンタイムなもんですからね明日朝もう一回見直してうちがないかどうかなと思っておりますさてそれで、えー、とコンピューターネタなんですけれども久々に N プロローグの話なんです、えー、椅子をもらいましてですね、えー、とこの方からはるき お肉さんっていうののかな、えー、あのこの方からですね、えー、椅子をもらいましてなんかバグってるよって言うんですよねで最初ね送ってもらったそのえー、っと「クラッシュ・ z i ップ」っていうの回答するんだけどもなんか奇妙なコード ぽくってそれでたいよく読めないんですよ、回答してもね。よくわかんないけど、でやってみた後で本当バグってんのかなと思って、M ・ヒロイさんのあのライトアウトのプログ版を動かして、 でスクリプトモードを動かしたけど、ちゃんと動くんで、何がバグなのかなって、もう一回ちょっと教えてってやりとりしたんですけども、えー、ようやく分かってきましたのねですね、えー、スクリプトモードなんですけども、あのイザーやス w i スもそうなんですけども、基本的に私、あの i s p にしろ、プログにしろですね、REPL で動かすっていう前提で作ってるんですよ。でスクリプトモードは本当おまけのつもりでいたもんでで、そうするとね、あの、 いざスイスプーで以前バグ指摘されて直したのとほぼ同じ感じです。あのスクリプトモードでエラーが起きたときにレプルに飛んじゃうんですよね。これ直さなきゃいけないのと、それからあのえー、っとスクリプトモードで不具合があったときに、えー、っとセグフォーを起こしちゃったんですよ。例えばあの、の、えー、文字列。 文字列、えっ、ー、と、ネンプロ,ログの場合は、ランプ,プロ,ログあの五換なもんですから、ダラー記号で、えっ、ー、とあの、両端挟むと、それが、あの、えー、文字列ということになってんです。えっ、ー、とね、椅子のところに書いておいたんだけど、ここ、ここですね。こんな風な、あの、仕様になってまして、 ってところがその、えーと、ダラー記号のね、シューターの方を書き忘れたスクリプトスクのスクリプトモードにして動かしちゃうと、セグフォーを起こすんですね。<laughs> そっか、そこは考えてなかったなとか、あと、とんでもない妙なコードを書いて、例えばこ、これそうなんですけどね、あのなピリオド、プログの場合はピリオドがシューターなんですけどもそ、それがないようなコードで、 海洋、えー、コードさえ入ってないやつになると、あのー、エラーを拾えてなくて、それであのセグフォーを起こしたんですね、まああのーえー、原因はもう共通していまして、要はあの予期せぬなんていうか、ファイルの終了に出くわしたときに、きっちりエラーを起こしてセグフォーを起こさないようにすればよろしいと、えー、こういう海洋を行うということになります。というわけで、えー、今日、あのー、日曜日なんですけれども、 この辺りの修復作業かななんていうふうに思ってます。えー、N プロログもね、前にあの、なんだっけ、笹川中心マシンを作ろうと思ってやったんだけども、なかなか気が早く ででリスプの方の改良、椅子も結構最近もらえるようになったもんで、まあ、もっともポルディさんがほとんど直してくれたんですけども、でお仕事が忙しかったりするとなかなかこっちまで手が回らないんですけれども、まあ、せっかく椅子いただいたんで、今日はこっちの方、えー、ー気分転換に、た、ま、久しぶりにプロログかー、みたいな感じですけどね、えー、直していこうかななんて思ってます。 てみようかな。なんて思ってます。6っぽいやつであのこなんていうの？ストレス解消になるんでぐわしゃンっていう感じでで。あの？ なんていうのディープパープルとかっていうのはリッチの狂,狂気の沙汰でもう最初から狂気になるってのは分かってるんだけれども歌謡曲なんかだとそうはならないだよねってみんな安心して見てるやつをバキュンとやってしまうとこれは面白いんじゃないのかとかって思ってるんですけどね、まあ、時間がありましたらというふうに思っております。それじゃあままたお会いしましょう